いや皆さん、痛い目見ないと気づけないこと多いんですよでねなんかたびたび出てくるんですけども3つの T っていうのがあるんですよ逮捕とかね大病とか倒産とかこの3つを体験した時にえ自分の防衛力ってのはさらにアップするんでしょうねきっとリスクヘッジっていうかもしくはそこでもうジエンドになる人もいますよね うん、だから小さいダメージを受け続けるってことは、うん、結構ね小さい進化には欠かせないのかなと思いますよねだからといって自らわざわざあの危ないことに首突っ込む必要はないんですけども手を広げすぎるとほらあのダメになった時に取り返しがつかなくなるみたいなのはよく事業でもありますよねなんかすごく店舗を増やしていって出店出店していってでいざダメになった時にはもう資金がもうどこにもなくって。 一気にドーンと焦げついちゃうみたいなね。まあ、だから立ち直れるようなあダメージっていうのがポイントなのかなと思いますね、うん。あまりにもでかいダメージ食らうと本当にやばくなっちゃうんですけどもね。まあ、例えばあの会社に勤めてそこであまりにも高いノルマを設定されてそれが達成できなかったらちょっとね精神的にまいて鬱になっちゃうみたいなこともあるかもしれませんしまあでもねあの 10個の取り組みのうちに3つぐらいダメだったとかだったらまだ取り返しがつくとかねだからなんかこう自分の目標設定っていうのは高ければ高いほどいいんですけども、うん、なんかそこも目標設定のセンスとかあるかなと思いますよね絶対達成できそうにないような目標設定をしちゃうと挫折感ばっかりを味わっちゃうんでやっぱりねあの 自己肯定感といいいのは少し持った方がいいかなと思いますこれね自己肯定感ってねあの持つやつはもう全部持っちゃうから良くないんですよこれがあの。自己肯定感を2つか3つ持ってで、自己否定感を7つとか8つ持つ、まあ、このバランスってみんな違うんですけどもこれを上手にやるとあのどんな時でも迂かつにならないしかといって、えーまあ、自信も失わないっていうかね。 行動原理をなくさずで済むかなっていうふうな、いいバランスでやっていけるんじゃないかなと思いますよね。うん。そのなんか、せめぎ合いなのかなって気がしますね。はい。まあ、いろいろと失敗して気づかされること多いですね。はい。えー、お疲れ様です。いってらっしゃい。